今日この後井波さんと初めて一緒か。どんな人なんだろう。ん、あ、井波さんですか。こんにちは。え、そんなに男は怖いものじゃないですよ。ん、高梨くん。井波さんの方がよっぽど怖いです。おはようございます、高梨くん。後でやっときますから。その評価じゃないですよ。あ、な、何？今日はなんか可愛いですね。そのヘアピン。わからない。ところで稲見さん、この後俺はやっぱり、ごめんなさい。ごめんなさい。稲見さん、終わり。ご飯。でもまあキッチンにこもっていれば大丈夫ですね。そんなに遭遇することもないでしょうし。あ、稲見さんのヘアピン褒めたことがあったよね。ああ、そんなこともありましたね。それから稲見さん、毎日ピン変えてるみたいだな。ごめんなさい、やめて。それは気づきます。ただちょっとハマっただけなの、集めるのに。稲見さん、私褒められて伸びる子っていうか。トマト死んじゃうので話してください。お返し頑張ります。今日は男のお客様が多いですね。稲見さん大丈夫ですか。殴らないでくださいよ。大丈夫だもん。我慢するし。信用できない。何よ。だから信用でき、あ、ごめんなさい。いるだけですぐ殴る。やだ、の連鎖。倉庫整理をしていたら偶然稲見に遭遇したとする。その後は自分で考えろ。ごめんなさい。そろそろ戻りましょう。しまった。男の人って怖い。食べられる前に気をつけないと。それとこれと話が別なの。稲見さんにもいろいろしてもらおっと。頑張りましょう。なんでだ。あいつ。手を素手でね。いや、考えたんですけど、こうすると。ひどいと思うの。うるさい虫か。ナスナ、そろそろ塾の時間。おはようございます。あー、チーズ。くっ、この腕力、稲見さん。さすが姉さんの店、従業員も気合が違いますね。気に休憩入ってね。そうですか、じゃあお言葉に甘えて。高梨くん、なんで押すの。いや、危ないから、これ以上は。ちょっと、高梨くん。一刻も早く仲直りしてほしいよね。あ、高梨くん。はい。笑顔。
高梨、あとにするか。もう押さないでよ。あ、死んだ、俺死んだ。もうダメだ、ガチャ。ごめんなさい、相馬さん。さようなら、私の記録。あ、デイジー。あの人呼んできます。待ってください、ちょっと話を。邪魔。やっぱり、しょうがない、一発殴られても。ブッ。稲見さん、殴るのはちょっと。これが稲見真昼。